泊まりは寝カフェ、移動はだいたい夜行バス。おはようございます。というわけで第11回目となる今回なんですが、1ヶ月ほど前に訪れました、青森に再びやってきております。来年にしようかなと思ったんですけれども、やはりですね、函館をですね、回りきれなかったっていうのが心の声になってまして、このままでは年を越せないなということで、やってきてしまいました。もうそろそろ11月も終わるんですけど、それなりの寒さですね。今日はこんな感じです。はい、というわけで、寒くなってまいりましたので、レザーを着ております。はい、あとあいにくのお天気でして、明日下手したら雪降っちゃうんじゃないかなみたいな感じなんですよね。プライスレスって感じなんですけど、で今回もですね、バスとフェリーになるんですが、往復でですね、1万3000ぐらいでした。まあ、うまくすれば1万2000とかいけるかもしれないですね。はい、というわけで、フェリーの時間までですね、フェリーまでまだまだ時間ありますんで、ご飯を食べていきたいと思います。それではまた後ほど。